株の暴落に強い最強の債券 ETF 一選。今から最強の債券 ETF を一つだけ紹介します。これは有料級なので、この動画にいいねして保存しておいてください。では行きます。最強の米国 ETF は TLT。これは米国の20年以上の長期債に投資します。はい。ということで、このね、緑色の線が S&P500 です。そして青色が TLT です。S&P500 が暴落してる時に債券 ETF TLT は暴騰、そして SP500 が回復すると TLT は下落ということで完全に逆相関になっています。この TLT をポートフォリオの 20-30% 入れておくと株が暴落しても債券が暴騰するので、この暴騰した部分を売却して株を買うと、これが結局底値で買えていたということになり、これで長期で運用していくとポートフォリオは拡大し続けていくというのがノーベル経済学賞で実証されています。さらに学びたい人はプロフィールのリンクをチェック。